はい、11月28日の毎日動画を撮ります。動画を見ていただきましてありがとうございます。新井健二です。今日はですね ちょっと手で持ってるんでちょっとブレブレなんですけど、10秒 CM みたいなのを作ってみたんですよ。で、ちょっとそれを見せたいなと思って、ちょっとこんな感じの動画になってます。ちょっと見てほしいんですけど これね、こう見えるかな？これね、見える？見えてる？見ててこれ。いくで。一人起業家に届ける一人起業家のための漫画。この物語は漫画を愛した少年が一人起業家のための集客漫画を開発するまでの物語。セールスいらずの漫画辞典、期間限定無料配信中。これ ちょっとナレーション当ててみて、で動画挿入して、あ、これ最後のところ、ここなんかあれが入るんですけど、なんかぴょこぴょこさせるみたいな、こういうのを今から入れるんですけど、なんか これいけるんかな いや、YouTube じゃなくて、何やったっけ、 Facebook ってなんていうんですか 記事の下スクロールすると勝手に動画が流れるんですよ。僕の動画とかのところ見てもらったら分かるんですけど、ほんまに再生ボタンを押さずにこう流れていくんですね。勝手に再生されるんですよ、スクロールすると。やから最初に、まあ、ターゲットの人の、職業というか一人起業家に届けるとかやって、こうやって出して、で音が入らなくても、まあ分かるように最初に「届ける漫画ですよ」っていう文字を入れて、で再生してくれたら、まあ声が入ってて、で最終的にこう、これ見てねみたいな感じになるっていう仕組みなんですけど まあ一人にやった、一人でやったにしてもこれちょっといけんのかなみたいな 曲が壮大すぎて 大陸進軍しとるんかみたいな 曲調でしたけどね。ちょっとね、そういう感じで重要動画作ってみました。はい、いや、どうやろうな、不安やけど、まあ何もないよりはマシかなと思うんで、まあ一遍やってみます。はい、ドキドキするな。まあそんな感じですね、今日は。10秒動画作ったのと、あと修正、LP とかの修正をちょっとやりました。文字とか、実績の部分とか、詳しい数字入れた方がいいなと思ったりとか、最初の方の、なんていうんですかね、トップの、さ、こういう物語ですよっていうところのセリフ変えたりとか、まあ、そういう感じのことをしてましたね。まあこの10秒動画が、まあ10秒って言ってもこれも全部で24秒あるんですけど、この24秒の動画が出来上がれば、一応プロモーションまでの動画が全て撮れてるっていうことになるんで、いつでも始めれるかなと。なので、まあ順調にいってます。で、明日は明日で、また、やらないといけないことがあるので、それをちょっとやります。はい。まあ今日はね、物販の仕事もあったんで、その仕事を終わらして、で、10秒、24秒動画を撮ったっていう感じですね。はい。はーい。どうもお疲れ様でした。はい。引き続き頑張っていきます。失礼します。